お帰り。エリザベートのこと、ちょっと厄介な状況になったわね。とりあえずこっちで迷宮の再スキャンをかけて、何か取っかかりがないか調べてるところよ。その間に、かねてからあった2つの課題を進めていました。 BB への対抗策とメルトリリスの解析です。 BB への対抗策は手がかりがありませんが、メルトリリスの無敵については打開策があると進言します。あれは純粋な防御力ではなく特殊なスキルであることは明白です。であれば、そのスキルの元になったサーヴァントを探し当てれば、おのずと打開策も見えてくると推測されます。はい。ですので、まずは私が迷宮の16階にアクセスします。迷宮そのものがメルトリリスなので、彼女のパーソナルデータを探るのは十分に可能です。その後、メルトリリスの構造データをもとに、ムーセルのライブラリから彼女の構造と一致する女神を検索、該当サーヴァントを探り当て、その弱点を見つけ出します。ありがとうございます。でも大丈夫、これぐらいならそう負担じゃありません。迷宮にいるとき、意味消失を防ぐためのエフェクトをかけていますけど、あれと同じぐらいですから。それでは早速メルトリリスの迷宮にアクセスします。リンさん、データ送りますね。さすが動画滝、繋がるのは一瞬ね。当然です。魂の DNA パターンのようなものですから、データは取得できても、これを解析するには旧校舎すべてのリソースを使って10年でしょうか。言うまでもなくその余裕はありませんので、ここはあくまで同じ波長のものをライブラリから探すのです。と、出ました。一致した検索結果103件。おお、出るわ出るわ。英雄もそうだけど、女神も星の数ほどいるのね。これなんかはそれっぽくない？ハワイの女神ヘレ、ほとんど無敵よ。ああ、でも弱点はあるか。強力な戦う女神といえばインド神話の女神たちですが、ハリティは違いますね。無敵の逸話はありません。っていうか、無敵なんて属性どこにもないわよ。さくら、これ本当にメルトリリスの？え、そんな、そんなはず。もう一度調べて。異常なし。メルトリリス自身に違法痕跡だし。嘘。メルトリリスの無敵はスキルじゃなくて本人の正当な権利。は？何言ってるの？そんなのありえないってば。デフォルトで無敵だって言うの？あいつ。もう一度、今度はより深く調べてみます。そうすれば。さくら、どうかした？そんな、三重のブラックアイスがほぼ同時に溶かされている。こんなハッキングが可能なんて。驚くことではないでしょ。だってあなたたちの方から私の秘密にアクセスしてきたんだから。
違います。落ち着いてください。これは音声だけです。メルトリリスは校舎には入れません。ええ、その通りよ。忌々しいけどその場所だけは私も手の出せない安全地帯。ま、リップなら壊せたでしょうけど、あの子はもういないし。ここは私流の攻め方をさせてもらったわ。うかつ、ここの回線を通してさくらにアクセスされたんだわ。ええ、そもそも私は攻撃されたのよ。自分の権利が暴かれようとしているの、やり返すのは当然でしょ。お願いします。私の血が境界をプロテクトして。了解しました。クリプトビオシスを実行、フィジカル、ロジカル共に凍結します。無駄なことよ。私の蜜はもう注入されてしまった。その女は助からないわ。その女はもう私のもの。このムーンセルと同じよ。いずれ私の一部になるの。私のスキルはオールドレイン。パラメーターは愚か、レベル、パーソナリティすら奪う毒の女王。その最高水準の蜜をその女に与えてあげたの。しかもとっておきの蜜蜂も混ぜてあげたわ。迷宮の壁を壊すにはその女の力が必要なんでしょ。分かって、もう誰も助からないわ。あなたたちは私に溶かされるだけのデータに過ぎなくなった。その上で、あなたのサーバントを私のものにしてあげるわ。世界は、私と、あとは高みの見物ね。ここで震えて待っていればいい。私のもたらす、完璧な福音を。ダメです。完全停止したはずの体内で、何かが活動を続けています。このままだと、サクラの意識はメルトリリスに取り込まれてしまいます。そんな不安そうな顔しない。私を誰だと思ってるの。これぐらいのピンチ何度だってクリアしてきたわ。まあ今回はさらにヤバいけど、でも限界までサクラを守り抜いてみせる。望みはあります。量子化電脳体へのハッキングなら殺生院キアラに知識があるはずです。以前、彼女の経歴を調査していたことが幸いしました。彼女は、神音立川栄天流なる教団にいた際、あるコードキャストを開発したそうです。もともとは病弱だった彼女が、自身の治療の一環として研究、開眼した密教手法。その名を、万色幽体。キアラが国際手配を受けた原因ね。電脳犯罪史上最大の危機と言われているわ。はい。他人の電脳に侵入し、自在に更新、管理する禁断のコードキャストです。それを利用すれば、あるいは